道内の新規感染者数は4046人、札幌市も2369人、胆振でも202人が確認され、いずれも過去最多となっています。亡くなった方は5人です。これまでに確認された新たなクラスターは9件で、札幌市の医療機関で28人、介護老人保健施設で23人など9件となっています。道内の日ごとの感染者数です。 前の週の同じ日と比べて1000人以上増加していますグラフにすると感染者数の急激な伸びが続いていていまだ収束の兆しは見えません